傅高高举起这位重达12.3公斤的新鲜狮鱼，再用利落刀工切下鱼头和身体，上演狮鱼解体秀。从日本能登半岛空运来台，现切狮鱼料理搬进百货超市。业者为了替日本地震赈灾，希望多消费也能帮助日本。目标是帮助他们，要不然这个随时买都有啊。大地震我才知道这个现实，还买鱼肉啦。日本能登半岛强震震垮了家园，也震垮了居民生计。来台参展的师傅家人就是受灾户。私のおじさんのお家は都木にあるんですけど、能登の方にあるんですけど。もう家は全部壊れちゃって住めない状態で、今は被災地、避難所で今生活してて。想替家人出一份力，来台推销能登农渔产品。偏偏这回强震不止重创家园，能登半岛渔获也被迫减产。だからこれが今大きな地震が来て、漁港がだいぶ被害を受けたことと、まあ船とかもそういうところも結構漁師さんも結構被災されて。で入荷的には大体見込みの10分の1ぐらいの量しか今取れてない。根据统计，日本能登半岛赈灾专案截至113年1月10日，总计捐款72,748笔，2亿5253万多元。从民间到企业，都在展现台日友好精神。记者刘佩沈明阳采访报道。